佳子様へのメッセージにです。本日アップロードした内容の、続きです。2024年3月6日、12時27分。佳子様へなんですけども、その仕組み的にね、その電波ノートの攻撃とか、結局、その方法を用いることによってできるでしょう。で、まあ今も、敬語を使わなかっただけで、まあ、この辺がちょっとおかしくなってる。だから、法の悪用をしてる人たちがたくさんいすぎて、思想の自由とか、考えてる内容にまでコンピューターが少しでも間違いがあったら、行動等に間違いがあったら、電波で攻撃してくる。例えば、もうやっぱりその話はやめときましょう。先に本題、宇賀夏実に関しても、医療業界で働いた経験がある、准看護師として。で、佳子さんも多分そうでしょう。最悪こういう、宝塚三田病院とか来てるでしょ。それ、もう医療業界の中に組み込まれてるから、その方にこだわってしまう。だから上とか下とか関係なくして、何が正しいのかで自分が行動できるようになったら、多分ここに来れると思う。それができない限り、世の中何も変わらない。それでも変わらない可能性がある。で、その、大谷翔平が結婚した例と、僕は、振り返って過去、佳子様ですかって聞いた時の、3、4年前のいきさつ。だからそれを総合すると、本当にその方法はもう使用しない方がいい。で、本当の話をし始めた時に、結局、天気がこうなるでしょ？ここ近日、雨になるでしょ？これは全て本当のことであって、だから悪いじゃないんですよ。そういうことをしてきた人たちが悪いんでしょっていうことになるんですよ。そういうことっていうのは、その僕はね、ちゃんと自宅訪ねてほしいって言ってる人たちが家の横通り過ぎたりとか、自分がされたらどうですかって。で、その後も家出なかったからみたいな形でこちらに対してペナルティで、今度は次これ言ったらおおっていう声で、王様の王みたいな形でね、宇賀夏実の子供の頃の声聞かされる。もうそれは子供の頃に考えていたことかもしれないけども、もう今は違うから、全員もうそうでしょ。普通に考えてもらったら分かる通りで、だから仕事中に酒飲んでまでお金稼いだらダメだとか、そういうふうなことを言っていっても、結局テレビ局員っていう人間は自分たちで言い始めたでしょう。ノミニケーションとか言い始めて、自分たちがしてることを正当化しようとする。だから大江真理子に関しても、そのまあ僕からの提案みたいな形で、アメリカの方に行きました。で、アメリカ行きが決まった時に、行かされることが決まった時に、まあ、泣いていた映像っていうのはアクセスできるようにしています。で、戻ってきてから、じゃあどうだったかって言ったら、他の男性とね、まあ、コンパみたいなものを開いていると、飲み会。やっぱり僕の気持ちとしては、そうはならないでしょ。だから大山にこう、ああ、そういうことなのかって。僕は、未来からの時間軸でもうそれやめといた方がいいっていうことを言ってるんですけども、話し合い、まあ結婚するにしても何にしても、ちゃんと話し合ってするものであって、もう飲み会とかから始めると、やっぱり良くないですね。その辺の話ね、ある程度笑い話を混ぜて昨日動画作成したんですけども、今までの全体的な一つね、名前今挙げてる人たち、ある程度の名称を挙げながら、どういうふうなことがあったかっていう、どういう順序でね、みんな思い出してみたら全員不真面目だったでしょ。
で、髪の毛染めたりとかで、で、根本的な解決って当て話し合いをしなきゃならないのに、全員それを意図的にしようとしなかったでしょ。ただただ横通り過ぎてでしょ。で、それをするから、僕は電波で攻撃されてる可能性が非常に高い。本当に。だから、ちゃんと解決しようとするんであれば、電波での攻撃をやめて、で、各自しっかりと、落ち着いて物事を考えるようにして、もう別に僕と、まあけど、本当はもう結婚話してテレビで、本当のところどれぐらい稼いだとか知りたいんですよ。収入いくらだったとかね。アナウンサーのものでも、ね、年収が1000万近くあったものとかもいたんでしょう。なあ、それは多分長時間労働だったと思うんですけども。それが正しい社会かっていうとそうじゃないから。じゃあ、会社に逆らうことになるから、これ以上仕事なくなったら困るから、もう自分は関わり合いたくないから、もう後の人たちはどうでもいい。自分たちは責任何も負わなくていい。で、あとはもう知らんぷり。で、適当に家の横通り過ぎる。これはもう結果で見ると、もうすぐ答えなんですよ。政治家の人含めてね。だから普通に考えて、一般的な話でね。普通ちゃんと相手の家に行くって謝罪するにしても何にしてもって、だからその辺のところで上の方の人間が、だから政治家の人たち誰が一番最初にこういうふうな方法を始めたのかわからないですよ。だけどもそれを常套手段として使ってしまったでしょ。僕は20歳ぐらいの頃にもうすでにこういう電波のシステムありましたから、間違いなくフルーツラバーク内でもそういうの、聞こえてきたりうんぬんというのがあったから、ただやっぱりその方向で動くと、その方向で動く人間がいるから、やっぱり良くない。だから根本的なところで、その医療業界の人間として給与を得てしまったっていうことですね。やっぱり科学、結局行政と結びついてる部分があるから、もう僕もお手上げですね。どう対処したらいいのか分からないか、本当に。このままだったら佳子さまも結婚伸びてしまうんだと思いますよ。その方法を用いてしまったっていうことが、全ての、問題、その内政固めるっていう意味でも、内政固めるというか、人としての生き方を固めるのに、まずちゃんと家行って、ある程度文章化したものを持って、そうじゃなかったら相手もいろいろ喋るから、忘れちゃうから自分が言わなきゃならないこととか。特に今、佳子さまからの心の声も何もないですね。聞こえないです、僕には全然。昨年のやっぱりこうなってくると12月29日にあの着物姿だったあの映像って本当に昨年のものでした。一応順番で見ると赤坂御所を訪ねたから着物の映像が出てきただと思うんですけども、あれがもし2019年だったとするのであれば、
結婚希望相手っていうのを佳子さまっていうことにして、しっかりと公言して、会いに行きますっていうことで皇居で、その後赤坂御所の入り口の前まで、まあ、周りぐるっと歩いて、で2019年、11月30日土曜日、テレビ朝日の受付に眞子さまがいて、過去を生かせるからっていうことを言ってましたけども、なぜあの時に会わそうとしてあげなかったんでしょうね、眞子さま。だから会わせるふりして適当にあしらってるっていうのが第三者から見たら意図的だっていうことがすぐにわかるから、電話番号とか私に電話かけてくれたら過去に電話変わるからという形で自分の電話番号を教えたらいいでしょうし、だけども一切そういうことしなかった。口では言ってましたよ、そういうこと。だけども僕に電話番号書いた紙とか渡してくれなかったから、聞いたんですよ2回目ね、けど渡してくれませんでしたよ。もうこの、だから以前もそう、だからそれをやられるから、河川水門開式弾発電とか地下水流トンネル発電とかも全部もうどうでもいいわってなるんですよ。で、やっぱり今日も考えて、その後考えたのは、先ほどの朝のね、出来事を、述べた後ですけども、もう全然違う地方に引っ越そうかなって。これでこの辺にこう、ね、つきまとい行為してくるやつらから逃れるんだったらっていう もう裁判とかできなくなるじゃないですか。また電波でちょっとした音声聞かされたのは笑い声で、笑いながらの言い方で皇族どうなったんっていう言い方、それを笑いながら言ってるんですよ。明らかにふざけながらの演技の言い方、笑いながら言ってる時って言ったら真面目に考えてない時だから、もうしんどい本当に。今も喋っていて頭の中は取られるし、皮膚もそうだし、まだ何も嫌がらせ以外の声、いや聞こえない。以上です。